フルコンさん、こんにちは。いつも楽しく DVD 実況を拝見してます。リクエストです。フルコンさんにやってもらいたいこといっぱいあります。とりあえずは弱体化を受けたリンなんですが、リワークアドオンの脇差しの鞘です。フェイスウォーク中にアビリティボタンを押すと抜け殻に即座に戻るというアドオンに変わりました。この情報が出た時、ネットではこんなん使えねえよという意見を見ましたが、使い方によってはこれめっちゃ強くないですか？使い方としては、厄除けのお守りと併用してフェイズウォーク時間を伸ばし、フックに吊るした生存者の近くでフェイズウォークで移動、救助されたら鞘の効果発動。ここに天秤を入れると強いのではと私は思いました。デボアのトークンが3つ貯まるときに初めて鞘の効果を使うというのも意表をつけて強いと思います。というわけで、今日はこの構成を試してみようと思うんですが、まあ、所感としては人を釣った後にグオーッとフェイズウォークで離れて、天秤の距離以上に離れたところで、うまいことフェイズウォークが終わるまでに生存者が救ってくれないといけないので、結構タイミング的にはシビアやから、まあちょっと癖の強めの構成にはなるかなと思います。めちゃくちゃ強くはな、ピーキー、うん、めちゃくちゃ強いっていうよりはハマれば強いタイプ、ピーキーな構成だとは思いますが、やってみましょう。でちなみに、忘却になってるサバイバーには頂点のマフラーをつけてるビリーのチェーンソーの音は聞こえなくなります。そして、忘却のサバイバーはリージョンの殺人鬼の本能で見つけられなくなるので、個人的には集団ヒステリー×リージョンとかの構成はあんまり好きではありません。それでは試合の方をどうぞ。マクミラーエステートシェルタウッズにて山を借りに行きまーす。よっしゃ。今日はですね、マシュマロでいただいた構成、アドオン構成できています。で、天秤つけてきてますと。で、デボアもつけてきてますと。で、報復連勝できました。報復がね、地味にパワーアップするんですよね。トーテムに触っただけで忘却になったりするようになっとりますと。アイアンウィルやめてくれ。アイアンウィルはやめてくれと言っただろう。あれ違うっすよ。あれ。あ、でもまあ、タイミング的には良かった。向こう行ってたんか？ああいけんじゃん。オッケー。報復で見えてたわ。よっしゃいー。よっしゃ。報復、オーラ見える時間も伸びたんやっけ？あんま覚えてないな。まあこれで報復連勝終わってしまったけど、初動で2ダウンが取れたので、あ、連勝まだ終わってないか。はい、よいしょ。なんかあるじゃん。迅速来い。お、来た。素早く、おーっと、天秤も発動していく。このワンパンコンボちょっと続けていきたいな。よいしょ。うん、このトーテムからちょっと遠目に釣りたいねんな。いた。うん、ワンパンの人ではないけど、こっちか。あ、ちょっと待って、今草の音した。待って、向こうか。あー、いいわ。ちょっとね、来てるわ。うん、これ救って、デボアが溜まったところを襲いに行くか。天秤は発動しない距離かな。距離じゃない。クールタイムかな。ん？いた。いや、いるよな。で、ここは板がなくて。ほい。んーでよ。いやー、これでフェイズウォークして、はんアビリティボタンで元に戻るわけね。ちょっとそろそろやりたいな。おっと。後ろ見すぎたみたいね。よっしゃ。んー、じゃあ、ちょっと試してみるか。こうやって、ここでボアっしょ？受けとこうか。んーで、少し様子見た後に、救助に来ててくれたらいいんやけどな。ほい、離れてみまーす。
戻ってみましたが、球場にも来てなかったですね。ちょ、もう一回やろう、もう一回やろう、もう一回やろう。たまれー、たまれー、たまれー。そやね。半分切りそうな場面でやると刺さるんかもしれん。で、ギューンと離れるじゃん。しっかり能力ゲージ見て。来た。こういうことやな。どっちかわからん。あ、来た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 。で、これで。あそこいたないで。残念。天秤。オッケー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 。で、しっかりデボアも決まると。あ、そっか、天秤っていうかもう、デボア溜まってんか、3つ。いやー、いいね。こっからワンパンよ。よし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 。決まったな。今のやんな。いやー、でもちょっと怖かったけどね。やっぱこれ毎回決まるとは到底思えないから。うん、相当、奇襲攻撃な感じはする。決まればびっくりするけど、めっちゃ強いわけではない感じはするな。何回もこれ狙ってられへんし。デボア溜まってるからもう、普通に生存者見つけて切りたいな。特にモーレール切りたい。切る。ん？こっち。あ、モーレール、モーレール、モーレール、ワンパンも、あそこないんですね。はい。めちゃめちゃいいよ。これぐらいの釣りペースじゃないと発電喫煙ないから回ってまうけど、ね、よっしゃ。んーで、ん、回るよなぁ。あの辺見に行くか。アイアンウィルやめてくれ。声で俺に場所を教えてくれない。迅速。あ、来るね、迅速。いいね。トリートカボチャ。トリックカボチャがあれか、妨害か。あー、デボア壊れちゃった。前は全員壊れてるし。壊れてるちゃう。怪我してるし。よしよし。あー。OK。今のはちょっとフェーズウォークの解除が早かったですね。いやー、ちょっとこれ。まあでも今もう全員怪我してるからさ。天秤。狙う必要もないんよな。てか、もうガンマスやな、サバイバーも。発電機の意識高くないか、これ。よし。どこ行こう。ほい。ほい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 。ここは？はい、ボンで。あー、ここ行ったら壊してなかったか。板壊したら、フェイズウォークの、能力ゲージが回復するようなアドオンとかも増えてるんですよね、山岡りね。あれは使えんのかな、でもな。全部いまいち、なんか不屈音量とかと組み合わせたらおもろくなるんかな、あのアドオン。あ、普通に切れる。はい。やっぱシェルズやから板少ないな。なんか、まあ、同じところでチェイスできてるからっていうのもあるんやけど、そこ板ないんですねって何回も言ってる気がする、今回の試合。いいぞ、山岡凛の釣りペースは。早い。うぃ。お、ゴイニスク。これ絶対。あ、これ漏れるか。いやー、これはまたなな。いやー、痛いかれる。ほい。んで、あっちの、ミカエラはね、アイアンウィルやったんよな。あれ、ちょっと難しい。そこ、そこ、いたない。オッケーオッケー。オッケー。いや、今回シェルター打つ、生成弱いかもな。ここもね、板倒しちゃったらもう、なんもないポジやし。二窓も多めで。マップ生成に恵まれたかな、今回は。同じところでずっとチェイスできてるっていうのが、でかい。迅速！さすがにないか。ただのスカボチャでした。おろ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 。アイアンウィル厄介やよな、これ。はいはい。アイアンウィルじゃなかったわ。そうだそうだ。なければもう、はい。そこで直しちゃうのは、まずいんじゃない。
まずいんじゃないけど、意外とこういうの見落とすんだよな。こういうのね、こういう時にね、意外とわからんねん。ここつけたね、つって。多分奥行ったっしょ。うん、と思ったら、手前にしっかり起こしに来てたりして。わからんな。意外とわからんねん。これさ、這いずってるところでフェーズウォークして、ピンって戻ったら、引っかかってくれたりせえへんのかな。ね。ちょっとやってみる？よっしゃ。ギョーン。おいと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 いそんな小細工をするまでもなく、うん、この発電機回してたんか。マジか。やるな。はいはい。じゃあ、この戻るアドオン、ちょっと最後に活かしたいな。やろうぜ。はいはい。やった。いいね。戻ってきてるとは思わなかったっしょ。楽しいな。いや、めちゃくちゃ使い方難しいけど、刺さった時めっちゃ楽しい。やったった感がすごい。なので、まあ、強くはないと思うよ。だけど、おもろい。なんで、あの皆さんは、まあ、ベリーレアやからね、そんな、おもろいってだけで、しょっちゅう使えるようなアドンではないかもしれんけれども。ぜひとも使ってみてください。あの天秤作戦はそうね。結構ギリギリ、なんていうの、半分ギリギリ切りそうとか、もうすぐゲージなくなっていきそうとか、そういうサバイバーに対してフェイズウォークで離れる動きをしたら、サバイバー心理的にめちゃくちゃ救いたいやろうから、そういうところにデュンって戻ってあげると、天秤がボンと刺さって、で、救助した人に天秤刺さった挙句、フェイズウォークで救助された人まで追えれば、ツーダウン取れるみたいな。そういう場合はあり得るかもしれない。うん。なんで、天秤と、で、山岡にもそもそも天秤は相性いいから、普通に天秤つけて、で、破滅と、なんかイタチとか、そのあたりとバベチリとか、まあ、お好きなパークをみたいな感じで、やるといいかもしれません。よいしょ。しゃ。じゃあ死体探そう。てかさ、今、ぐるっとしてる渦回ってみたけどさ、あの強いジャングルが1個しかなくて、二窓、この字みたいな。めちゃくちゃ生成弱くないか、今回。この激弱生成シェルズでも、1台までなってまうんか。まあまあ、発電基地園なしで、かつ、ね、キャンプトンネルもあんまり専用にしてたから、ね。パークの特性上。とはいえなんか、ちょっと悲しくなったな。そんなにぐだってないよね、チェイスもね。一回見逃したか、時あったような気がするけど。はい。というわけで、みんな、ランク上げるのも早いね。ご視聴ありがとうございました。おー、今日ね、キラー動画一発で撮れたんで、ちょっと嬉しい。いつもね、買ってもパーク刺さらんかったり、普通に負けたりで、3、4回ぐらいは撮ったりしてるんですよね。って思いながら。だけどよかった。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。